皆さんこんにちは、たのこつです。今回はデルタルーン、前回の続きからやっていきたいと思います。このねランサー様にねここにね連れてかれましたね。ではここから始めていきたいと思います。怖いね。でまだ探索しきってないので、まず右からね探索し尽くしましょうか。右側、右側になんか変なやついますね。怖い。私はただの檻、普通誰も檻なんかに話しかけませんから。ここね。お、なんたる不幸。我ら三名はかつての王、そこの者を我らを解放してくれ。かつては我ら四王が力を合わせこの国を治めておったのだ。しかし騎士が現れ異変が起きた。あ、我が金銀財宝たちをどうか無事でやってくれ。ああ。ここも檻なのかな？ん？世界に危機が迫っていると？違うな。ほう、それは大変だな。あれ？話進む。ああ、大丈夫だね。OK。じゃあ、この子をしゃべってみましょうか。無免許でパズルを作った角で捕まえられてしまいました。もう二度と文字探しは作れません。誓って。じゃあ、またこの人にしゃべりましょうか。ああ、君らみたいなおっかない連中と戦うくらいなら檻の中のがマシだよ。この子もしゃべりましょう。以前は檻に入っているのは私たち動物だけだったんですけどね。今じゃみんな入ってますよ。あ、これサーカス団みたいな感じなのかな。どっちを向いても見知らぬ顔ばかり。あー、昔は良かったな。この不潔な檻を私たち動物だけで占領できたのに。こっちにはもう行けないね。よし、じゃあ次左に行きましょうか。もう一回セーブするね。よし、何も出てこないよね。上がさっきのとこだよね。うん。あ、壁があった。よし、ここは OK だね。で、ここどうなんだっけ。ここがさっきのとこかな。ご招待してくれてありがとな。このゴミ箱さえください。さっきは窮屈な思いをさせてすまなかったな。で、ここには何もない系ね。よし、ここにはパズルね。俺の思い出で和むな。ね。おお、この目が。そう、私まで逮捕されちゃったの。私ただの目玉なのに。世も末だわ。なるほどね。目玉まで逮捕するって怖いですね、ここね。で、BGM 怖いのでね。何もないね、ここら辺。なので、何この日々。日々なんでもないか。じゃあ、あのエレベーター的なところまで行きましょう、扉ね。よし、行きましょう。よし、このエレベーターで地上の階へ出られるはずだよ。おう、到着までしばらくかかりそうだから、かっこいい BGM だ。みんな、楽にしててね。なあ、ラルセ、ランさんの親父だけどさ、王様な。うん、そいつに会ったらやっぱその戦わないとダメなのか。スージ、いや俺は全然余裕でぶっ潰せるけどさ、お前らはほらそっち系じゃねえだろ。もっとこうみっともなくヘイ凝らしてペコペコすんのが好きだろ。で考えたんだけどさ、俺もまあそういうのやめてみてもいいかなって。本当にスージも行動してくれるの。いいねいいね。いやまあそのそうか、スージが行動してくれたら僕たちも嬉しいよ。めっちゃ嬉しいですね。大丈夫、僕たち二人がちゃんとサポートするから。何をすればいいか一緒に考えてあげるからね。優しい。ああ、わかった。なあ、ラルセ。何？お前、本当に焼いてくれるのか、ケーキ。ケーキ好きなんですね、やっぱね。じゃあ、スージは僕をからかうのやめてくれる？ま、どうしてもツーならやめてやってもいいぜ。うん、それなら好きなだけ焼いてあげるよ。美味しそう。へ、俺の好きなだけを甘く見なよ。やっぱ仲いいね。来たー。さあ、着いたよ。クリス、待てよ。その、よくよく考えたらさ、確かに手っ取り早くうちに帰るには3人で協力した方がいいよってな。だから今度敵と戦うときは何をすりゃいいか教えてくれ。俺はその通りに動く。ただし、あんまりしょうもねえことをやらせなよ。調子こえたらまた暴れてやっからな。クリス、よろしく頼んだぜ。なるほどね。
あ、スージーが本当に仲間になった。本当ですね、これはね。これ。なんでもないね。どの階へ行く？来い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 。わ。あ、地上 EJF ね。OK。さっきの場所ですね。OK。かっこいい BGM。かっこいいこの BGM。牢屋の階のエレベーター。なぜか檻がたくさんある地下階へのエレベーター。うん。あ、敵だ。ちょっと戦いましょうか。モンディンジャーたちが輝きながら現れた。じゃあまずはコード分析しましょう。その後お数字だ、数字 TP 貯めましょうか。でラルセは防御、モンディンジャーアタック8ディフェンス0。みんなレッドになりたくてブルーもイエローもピンクもいない俺たちダイヤは砕けない。あーなんか言った。あーいや強いな。 OK。 ちょっと HP がやばいな。モンディンジャーは忠誠を誓った。んー、じゃあこれは行動で褒めましょう。で防御、数字に敵を褒めろと伝えた。おい、マジかよ。向こうはこっちを殺す気なんだぜ。褒めることなんてねえよ数字。そういう時は自分が人から言われてたら嬉しいことを考えてみて。ハムサンド食べ放題で参加禁止の罰を解きますそんなこと言われたの初めてだ。キラキラオラオラ。あお、あ、これはね慣れれば余裕ですね。 OK。 モンディンジャーは忠誠を誓った。じゃあこのモンディンジャーに褒めてあげましょう。その後ラルセがこのモンディンジャーをね逃げさせましょう。スージは敵を褒めた。お前ら今にも俺をぶっ殺しそうだな。お、逃がした。オッケー。そんなこと言われたのは初めてだ。あ、2個あったのが1個になったね。やっぱ1体になったから。お、余裕ですね。よし、モンディンジャーは忠誠を誓った。でここで逃がしてあげましょう。はいはい、オッケー。クリスはモンディンジャー。よし、 You win で108。いいね。ちょ、謎の回行きたいですね。一旦謎の回行きます。謎の回ね。ここ行きましょうか。どうなんだろう。本当に謎だ。謎の回ですね。お、あ、ここはなんか物語が変わりそうだな。ちょ待ってね。ウェンヒヒ、ウェンヒヒ、寂しいよ寂しいね。ほらごらんよ、面会だ。あそこに立ってる3人は誰だろう誰だろうね。は、はじめまして、僕はラルセイと言います。こっちはクリスト。おい、お前なんでこんなとこに入ってんだ。無実だよ、無実だね。僕はゲームがしたかった、それだけさ、それだけだ。ゲームはどっちとっても楽しいのでも、王様たちとってもつまらない。けしからんと怒ったの、それは望みでした。王様王たちの私の体を罰として閉じ込めるこの檻に。わしは足が速いぞよ、頭も切れる、頭が回る。追いかけっこは僕の勝ち。王たちが捕まえたのは自分の民。世界のぐるりを囲むように大きな牢屋をこしらげた。自由のみなりは私だけ。自由って、でもあなたはどう見ても檻の中ですよね。なるほどね。こちらが悪いもの見ればそうは見えぬぞライトな。どうしたんだ。じゃあ俺らの助けもいらなそうだな。ノンです、ノンですそれは寂しくなります。どんどん私このささやかな自由の中で遊ぼうよ、遊ぼうね。僕とゲームをして遊ぼう。真の自由はいかなるものか我が解くと教えてやろう。ゲームしましょうか。鍵を見つけろ、見つければ自由にしてやるお前たち。鍵は隠されていましょうね。その目からは年老いた店主が知っています、秘密鍵の。あ、動ける。なるほどね。セーブしましょう。じゃあここは後で行く予定の場所ですね。階段長いですね。じゃ、ここ無音だね。じゃあ地上1階行きましょう。
早っ。オッケー、もう一回セーブするね。上から行くね。おい、エレベーター、最上階へのエレベーター、現在最上階に停車中。誰かが降りてくるまで使用不可だから、ここ使えないんだね。なるほど。でここは行けないね。階段だ、怖っ。あ、あの敵だ。あ、ここ反復運動してるだけか。じゃあ下行きましょう。下だよ。え？え？あれ？あれここ？あ、やっぱりここだ。え、どういうこと？どういうこと？ここの隣がもうこういうことになってるんだね。あ、なるほどね。そういうことね。ここからこう来たのか。確かこう来て、あー、こうして行きましょう。でここに階段があるからこっちかな。何これ、モンディの部屋。そうです、それは入り口です。入り口ですね。オッケー。おう、金銀財宝。あ、お前はさっき優しくしてくれたライトナーじゃないか。お、俺たちをいたぶってた魔物まで手なずけちまったのか。魔物？何の話だ。すげえ、魔物に言葉でも教えられたのが、ほら、チョコ代をやるよ、食ってくれ。お、よっしゃ。宝物ですね。ベッドを全部売って、金銀財宝に買い替えたの。背中は痛いけど、生活水準はぐんと上がったわ。これ欲しい。合法的に手に入れたありふれた日常系の財宝だ。あ、盗んだりしない系ですね。家族写真のようだ。家族写真見たーい。かっこいい、この BGM。じゃあ階段登ります。お、すごいいいね。ここ HP 消費系ですね。あ、ここいけない系。このね、トゲを回避していくって感じですね。よし、じゃあ行きましょう。こっちあるかな。あ、ここなんか進む系な。下あるかちょっと確認しましょう。下あった。このお宝いただきますね。何があるだろう。クラブサンドが入っていた。アイテムに加わった。いいね。で、何これ。応急トイレ。なるほどね。現在使用中、怖っ。誰かが使ってんの。じゃあ、右側に行きますか。で、パズルの真相がね、解けるんじゃないでしょうか。え？何何？怖い怖い。ああ、光ってるね。怖い怖い怖い。怖っ。虫けらずの一団の遊び求めて、でし。誰ですか？ぐわはははは、なんじすぐかなり。わ、こわ、こわ。要は、ルールのカード、なんじす宿敵なり、なんじす他のパズルはうまいこと突破せりバット。あれはみなしたパドモの作りし雑パズル。心してみよ、ナンジスの人生におき最強のパズルを。お、大虫けらず。あ、動ける系ですね。あー、いけなーい。じゃあ、パズルを解くのかな。で、これ、え、あ、踏んだ。で、どうするんだ。まあ、一旦聞いてみましょうか。わからんかな、困ったかな、怯えているのかな、それは良きかな、はははは。世界最強パズルを前に、絶望のヒーコラーを叫ぶべし。あ、な、音鳴りました。あ、これずらすけ、ただの。簡単。そーん消えちゃった。まあ、ちょっと苦戦してしまいましたけれどね。お、これも進める系だ。で、奥のパズルもクリアしたけ？もう奥のパズル開かれてるかな？お、楽しい、この遊び。よし。え、開いてんの？もう、まさか。楽しい。簡単ですね。これ。開いてる！来い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 。ちょっとこの敵と戦ってみましょう。ヘッドハーティーが静かに行く手を塞いだ。かけるさん。じゃあまず行動ヘッドハーティー分析。
で、こっちは防御。防御。ヘッドハーティー、アタック8、ディフェンス0。感情を表に出さない技を習得。でもそれって本当に有利？おお。ああ、そうだ。オッケー。孤独なキスの匂いがする。じゃあ、口説きましょうか。スージーに敵を口説けと指示した。いやいやいや、口説かねえから。スージー、大丈夫、やり方が分かんないなら教えてあげるよ。うっせ、黙れ、そういうもんじゃねえし。うふっそ、ほんとかな。だあ、もううぜえ。わかったよ、よく見とけ。こほん。あ、ここへはよく来るのか？おお、立ち立った。一体立ち立った、よかった。ヘッドハーティーは気まずくなって立ち去った。おい、ちょっと待てよ、戻ってこい。まだ空気終わってねえぞ、モンスター。あ、やべやべやべ、オッケー。ちょ、 HP やばいですね、クリス。ヘッドハーティーは感情を全く表に出さない。じゃあ口説いてみましょう。またこちらもね。で、TP あげます。数字に敵を口説けと指示した。嫌だね、ラルセンにやらせろ。うん、どうしてもっていうなら仕方ないな、ハーディーさん。あなたの美しさはこの世のものとは思いません。その滝のように流れる髪。あ、そうか、ハーディーさんには髪の毛ってあるのかな。ヘッドハーディーは気まずくなって立ち去った。いいね。あ、ごめんなさい、行かないで。振られましたね、悲しいね、これ。ヒヒヒ、どうして失敗か。こっちね、オッケー。斜めが来たね。ヘッドハーティーの体が音もなくうごめく。で、くどいて、TP 貯めましょう。OK、マックス。数字に敵をくどけと指示した。クリス、てめえ、いい加減にしろ。自分なりに優しい言葉をかけた。敵はすっかり心を奪われた。優しい言葉が気になりますね。OK。孤独なキスの匂いがする。危ねえ。あ、あー、負けた。OK。逃がした。You win. 65巻。そうか、逃げたからね。で、行きましょう。セーブポイントないんかな。こっち、右から行く？困った時は。おー、ハートの部屋かな、これは。おー、部屋だ。敵じゃない、これは。ハーティーは玉石、宝石を全部売って、ベッドを買ったようだ。とてもぐっすり眠れたようだ。あ、そのベッドをまた売ったんだね。ハーティーは優しい眼差しを向けてきた。ハーティーに対する罪は許された。このベッド見てみましょう。ベッドのようだ。ここで休む？いや、それはない。これは自分のベッドではない、正義じゃないか。だろうね。めっちゃ可愛いな。正義心がありますね。じゃあ次のエリア行きましょう。お、うんうん、ベッドボスにランクアップした。ああ、さっきなんかベッドボスに1回だけランクインしましたね、すげえ。じゃあ戻りましょう。お、敵だ。お、ギリセーフ。こんな感じかな。オッケー。じゃあこの敵もこうしていい感じだね。お、ラルセ普通に当たったけどね。お、じゃあ階段登っていきましょう。お、こういう系ね。ちょ、読みたい。なんかスイッチ入った。何このスイッチ、全部押せってこと？え、音が気持ち悪いな。あ、これ全部揃った系ですね。一旦、あ、下には行けない仕様ですね。あ、これさっき行ったとこじゃないよね。さっき行ったとこじゃないか。ちょっと似てるけど。あ、そういうことね。オッケー。じゃあ全部押したのでこっち行きましょう。あ、またここ？あ、同じやつですね。また現れた。ぐわははは。なんじす、先ほどのパズルをいやな、全力と早とちることなかれ。ふえ、今この思いしてあのリアルパワーフローを見よ。これぞ我が最強のアルティメットパズル。いざ。難しいな、どうやってやればいいんだろ。ああ、あはは、あはは、まんまと騙された虫で、ね、今のは本当にアルティメットパズルにあらず、下にもっと全然慣れしパズルがここにあるんす。じゃあ見せてください。ダメー、ちょっとゲーム外飛び出しちゃった。まあいっか、ここに何にもないよね。
確認しますね。ないね。よし。で、さっきの謎の空間がね、と解放されましたね。オッケー。下に行けるね。よし。お宝をいただきます。これ部屋だよね。宝箱を開けた。リザレクトミントが入っていた。よし、アイテムに変わった。ここ部屋だね。入りましょうか。何この自由の場所はね。ゲーセン的な感じかな。じゃあこの子から喋っていきましょう。僕は一人目のパーティーメンバー DPS 担当だよ。ダンスパーティーサウンドトラックの略だね。なるほどね。 DPS。 ほら上着脱いで。トイレに流すトイレやるだから。うちにはトイレないでしょ。ギャグ入ってますね。野球ボールも召し上がれ。そんで喉に詰まらせな。この人たちスポーツ食べる。ツイスターゲームもしようね。うちたちの邪魔はしないでよ。私たちだけでやったのも無理なのに。謎人間多発ですね。3人用のベッドだ。あるいは頭が3つある生き物一体用かもしれない。だろうね。ここは何なんでしょうね。巨大な野球のボールパーティー用だ。このめっちゃ乗ってる子に喋りましょうか。ラジカセだ。クラブミュージックがかかっている。なるほど。じゃあこの子もハーティーは2人目のパーティーメンバーでヒーラだ。ハーティーとパーティー似てますね。ケータリング担当だったが発注してあったケーキがどこかの平原で破壊されてしまった。じゃあこのここね、木だ。パーティー用だ。なるほどね。平和なね場所ですね。じゃあ上行きましょう。セーブポイントはなんかボス来そうな予感しますね。206分、結構多いですね。おじゃあこっちから行きます。お、何この物体。これは選択できないね。ここから行きましょう。あ、音楽プレイヤーだ。聞く？聞きます。アニメで使われているベチャという効果音が次々と再生される。なんかセンサー入れちゃったかな。よし、じゃあこの子に喋りかけましょう。自転車が大切そうにベッドに寝かされている。ああ、この子じゃない、人間じゃなかったね、ごめんなさいね。行きましょう。じゃあショップ行きましょう。いやよ、恩知らずの虫けらず感染。じゃあまず買いましょう。なんかあるかな。アイテム、より香りのソース、 50HP 回復。武器、勇ましくてかっこいい。武器、手の回復力アップ。防具、防御力を上げる。どっちもプラスワンにするためにこれ2つ書きましょう。あ、買いましょう。じゃあクリスとラルセにしようかな。あ、クリスじゃなくてラルセとスージにしましょう。OK。 よし、じゃあ話しましょう。あなたは誰。半物とかルールノーカード。趣味はペン習字、法律遵守、昆虫採集、降りる。4文字ですね。アンドチカロウのお散歩なり、何日もいるの不安なるものか。なぜ売ってくれる。ははは、さすればお金の大軍が我のもとにいるべ。金に物を言わせて何日を潰すこと、ブドウのごとし。それを腹させれば大なる大人のお飲み物、復讐の出来上がること、ワイナリーのごとし。わははは。ゲニエルは愉快な男なり。王様について、我らが王は冷静なり、皆が恐るる帝王なり。バッド王様、お方にて、パズル作りのものに、みんな檻に入れられちゃったりとか、クビになっちゃりとかしたゆえに、下に、深さに主君様なり、君主かな。王様の息子について、我がのあの子、こわっぱは飲みだに、ジーブリ。ジーブリのごとき厄介者、いつも答えにくい、質問ばかりに問いかけ、
サブパパ上と呼ばわりする始末。あのコロコロとんがり小僧は親子にあらず、王様の息子だからしょうがなくしてやってるだけなの、わかる？あやつの MP3 言っちゃった。 MP3 とか無理やり聞かされてんのほんと勘弁して。そんな聞くぐらいなら死神の歌を聞いて死ぬべし。してあやつはぬるんであるか。なるほどね。お、ゴールドめっちゃあるな、ありがとうございます。ロエで会おうぞ虫けらずよ。じゃあちょっとまず、じゃあ行きましょう。体力とか大丈夫かな？オッケー。じゃあ行きましょう。もう一回セーブするね。ちょっと。オッケー。じゃあ行きましょう。お、ここが。あ、ここなんだろう。ちょっと怖いな。ちょっと怖い。行ってみましょう。え、あ、エレベーターね、さっきの。エレベーターで移動する？怖い怖い怖い。一旦移動してみましょう。早っ。怖い怖い怖い。あ、さっきのとこね。なるほど、最上階行ったんかも。 OK、 行きましょうか。で、上の階段登ればいいのかな。ぐ、なんか来るぞ。クッパ戦みたいな感じだな。あ、来る。うるよ、虫けらず。あ、来た、またかわいいな。がつくりしパズルの数々、ズルして切り抜けしフルのバよ。しかしバトルではケチョンケチョンにされる運命。族どもいざ戦え。あ、まさか、ああ、この子、このなんか変なのと、え、さっき戦ったのと同じ敵。でも感がさっきと違ってる。いや、同じだろ。ツッコミ、さようなり我がリモコン館にて、いかが、いかなる円盤型生命体をもう操ることが可能。大変だ。見て、苦しそうにしてるよ。あ、さようなり、リモコン感を帯びるはとってもつらい。バッとほどなくしてこの生物も安らぎを得ん。ナンジスがもっともっと苦しむ姿を目の当たりにすれば。あ、また戦うの、いいね。また来た。じゃあまずもうチェック、お辞儀、スージーのアイデア。スージーのアイデアちょっと気になるね。スージー、行動したいんだよね。いいよ、君のアイデア教えて。あ、口で説明するのは難しいから、お前にもちょっと協力してもらおう。おう、喜んで手伝うよ。もちろん、さっきのこと謝りたいんだよね。いいや、お前はそこでじっとしててくりゃいい。クリス、こいつの頭から缶を叩き落とす。ああ、その手段ですね。ちょっとラルセの目がね、ちょっとね、めっちゃでかいですね。オッケー、俺がラルセを投げるからアシストしろ。あ、ラルセ投げる系ですね。 C で、ああ、グラスいた。オッケー、面白いな。あだ、これは余裕ですね。おう、王冠グラグラ度 20% いいんじゃない。じゃあお辞儀、TP 貯める、OK。じゃあ、ラルセも TP 貯める、OK。K ラウンドにお辞儀をした。お、お辞儀を返した。少し落ちそうになった。あー、キラキラパワー。キラキラパワー来た。OK。王冠グラグラド 38%、やっぱこれ低いね。じゃあ、投げましょうか。あー、無理だね。お、グラスいた、いいね。あー、スーパーウルトラですね。怖っ。ちょ、HP やばいけど、ちょっとここはね、なんとか踏ん張らないとダメですね。王冠グラグラド 58% いいんじゃない。で、投げましょう。じゃあ一番上で、あ、ミス。 OK、 58% がクソ。では投げましょう。またまた、はい、あれ、足か。 OK、かなりぐらついた。あ、あ、あ、やばい。
王冠グラグラと 93% ここを回復しないでおこう。投げましょう。はい。あーミスター、やばいやばい。キラキラパワーやめて。オッケー、まだまだ余裕ですね。 93% じゃあ投げましょう。オッケー、かなりぐらついた。マリオの逆バージョンみたいな感じだな。郵便18、少ない。まあ、いっか。アナ見事あっぱれなり。何日なら必ずややっつけると、うん、思ってた。さすがは勇者。子は単に何日の力量を測らんとする試験であった。へー、バット何日見事勝利。もはや何日行く手を阻むものなし。あ、この人いいものかなのかな。は何日の邪魔をする気なんてさらさらなし。ああ、セリフが読めなかった。勇者ずよ、勇者ず勇者ずよ、何時ずのりょろにあれかれなし。あ、終わっちゃった。回復はこの先あると信じましょう。回復あった。ちょっと待って、なんかある。ちょっと待ってね、何この、な、何にもないな。ちょ金銀財宝ちょっと見ましょう。財宝だ。欲深そうに抱えている。あ、財宝は取らない系ですね。いいね。お、じゃあ何この王石みたいな、王座、荒っぽい扱いを受けたのが傷んでいる。あ、じゃあこの先行くよ。 BGM ないよ。